ハロー YouTube、ということで、今日はね、美容院の、まあ、個人事業主のね、話をしていきます。で、個人事業主っていうのは、ちょっとね、怖いところがあるんですよ。で、それ何が怖いかっていうと、まあ、個人事業主って会社っていうか事業のね、利益とは別に、自分の生活費、そっから自分の生活費をね、出さなきゃいけないじゃないですか。そうすると、会社だけ見てても、実は、うまくね、資金が回ってなかったりとか、実は利益が出てないっていうこともありますので、そこについてね、ちょっと話してみます。で、美容院、まあ、飲食店前回お話したんですけども、美容院が手遅れになりやすいっていう理由も実はあります。で、それは、やっぱりですね、先に現金入ってくるんですよ、美容院って。まあ、ちょきちょきちょきって切れば、お金入ってきますよね、その日に。だけど、その切ってくれた人件費とか、まあ、人とかのね、お金とかですね、まあ、カラー剤とか、そういったもののお金って、いつ払うかっていうと、まあ、翌月10日、翌月20日、翌月、遅きゃ30日なんですよ。ってことは、後で支払いが来るわけね。後で支払いが来る。これがね、やっぱりね、ちゃんと経営分かってる人だったら、全然余裕なんですよ。だけどね、まあ、初めてね、事業を始めたばっかりの人とか、やっぱりそもそも経営するってことを、今まで、してこなかったですよね。自分で初めて独立するっていう時は。だそういう人にとってはね、意外にやっぱ難しいんですよね。自分も、婚活パーティーとかね、やってますけど、先にお金入ってくるんで、すごい結構ウハウハになった気になるんですけど、まあ意外に出てくと、まあそこまで残んねえな、みたいな、状況があるんですね。で、それは僕は分かってるから、まあこれだけ入ってきても、これだけ出てくから利益はこれぐらいだなっていうのは分かるわけですよ。だけど、そういうの慣れてない人ってやっぱ難しいんです。難しい。で、ちょっとね、それどんな感じになるかっていうと、表でまとめてみました。で、この人、売上10日間で、まあ、税抜きで50万円ぐらいですね。今回消費税、税抜きで、全部表示してます。そっちの方がちょっとわかりやすいので。で、消費税は支払われてるものとして考えてください。で、売上10日間で50万円ですと。で、人件費、だから月で売上150万ですね。で、人件費が、毎月60万円。で、その他の費用が30万円。家賃が20万円。原価が 1.5 割で22万円。生活費が30万円ですと。で、毎月30日に、まあ、いろいろ引き落としますと。人件費は毎月20日に引き落としますというところです。で、この人、4月1日に、例えば開業した場合ですと、最初ね、お金毎日入ってくるんですよ。手元に0円しかない。まあ、そんなで開業するなって思うんですけども、0円しかない人であってもですね、10日で50万円。で、4月20日の時点では手元に100万円あるんです。で、4月30日で、まあ、前払い家賃がね、前払いなんて20万円引かれるんですけど、130万円手元にあるんですよ。で、5月10日になるとね、180万円また手元になる。で、結構ね、0万円、0しかお金全く持ってなかった人が、急に180万円持つと、あ、俺、うまくいってるみたいな、ふうに思うわけなんですよね。ただ、これね、怖いんですよ。で、例えば5月20日になると60万円支払えるでしょ。で、5月、30日になると、また今度102万円引かれて118万円になっちゃうと。で、これ、だんだんやっていくとですね、毎月1ヶ月経つごとにね、12万円ずつお金減ってってるんですよ。だけども、結構手元に100万円以上ある時がね、ずっと続くから、まあ、そんな悪くないんじゃないかなと。最初ゼロだったし。最初ゼロだったから、いや、それに比べたら今100万円以上あるし、悪くないんじゃないかなって思うわけです。で、それがやっぱ怖いところで、で、これだん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 ね、やっていくと、これ、8月30日か、次1月に飛んじゃってるんですけど、1月になると、もう手元にね、1月の末になると22万円しか残んないんですよ。あれと。やべえぞ。ってなった時に、で、2月どんどんやっていって、で、ついに3月30日には、支払いができなくなっちゃうんですね。12万、12万って足りなくなってくるから、できないんですよ。で、これがやっぱ怖いんですよね。やっぱ美容院とかは先にお金入ってくるから、うまくいってると思うんですよ。で、実際に利益も、個人事業主だと自分のね、人件費入ってないから、利益も出てる気がするんですよ。まあ、利益出てるんですよね。出てるから、なんとかなってんだろうと思うんだけども、やっぱ実際ね、やってくと足りなくなっちゃうと。で、もう、じゃあ3月10日になって、なんとか今から集客にお金かけようとか思ったって、もう間に合わないし、そもそもかけれるお金がないってなっちゃうんですよ。1ヶ月でもう翌月末にはお金ないからって。で、
で1月30日に考えててもですね、もう3月30日までにこうお金を用意しなきゃいけないっていう状況ですよね。でお金使ったらそもそももう2月30日、まあ2月30日ってないですけど、2月28日には支払いできなくなっちゃうっていう状況になっちゃうんで、やっぱりですね、こうお金があるうちに何かしら投資をするでもいいし、人材の教育をするなんてもいいし、こう経営の改善を図んなきゃいけないんですよね。っていうのがこうやっぱりね、美容院とかそういった個人事業主の資金繰りって怖いところなんです。利益が出てて、いやなんとなくお金がうまく回ってると思ったとしてもですね、実はどん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 ね蝕まれてってるんですよ、お金が。だそういったのをね、考えてみてください。でどうすればよかったかってところなんですけども、まあ対処法としてはやっぱりまず毎月の損益をしっかり把握するってことですね。だこの場合だったら18万円しか利益出てないから、自分の生活費が30万だったらもうちょっとなんか利益出るようにするとかですね、そもそも18万の生活費に抑えるとか、まあそういうことをするですね。あとはしっかりと投資するってことです。であとは毎月の資金繰りをしっかり把握するってことです。でこれは会社とかでも言ったんですけども、まあ個人事業主の場合は、まあ税金とかね生活費っていうのを含めて、やってください。個人のお金が尽きたら事業もできなくなるってわけですので、ちゃんと個人の生活費も含めて、まあすごい貯金がいっぱいあるって人は別ですけども、まあ、貯金と事業が結構同じぐらいレベルになっちゃってる方は自分の生活費も含めてですね、考えてもらうと。でそれを考えた上で、じゃあどうして、今のうちに投資をしなきゃいけないねとか、今のうちに人件費見直さなきゃいけないね、今のうちに集客方法を考えなきゃいけないねと手を打たなきゃいけないんですね。でこれが遅くなれば遅くなるほど打てることができなくなってくるんですよ。お金も余裕がなくなる、時間も余裕もなくなるってなってくると遅くなってくるんで、とにかくまだお金あるなと思ってたとしてもですね、毎月しっかりと損益立てて、資金の計画立てて、そして、投資をしていくと、時間なり、お金なり、まあ、教育なり、いろんな投資をしていくっていうことが大事になります。でそれが経営ですから、皆さんぜひともね、個人の、事業主さんだったらまず自分の生活費を含めてちょっと考えてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録よろしくお願いします。